チャンネルクララをご覧の皆さん、こんにちは。今日もこの時間がやってまいりました。素早く学ぼう世界の100年第14回です。7世紀の世界、白色の絵の戦いと国民国家日本の誕生ということで、今回も倉間先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回は15歳年上バツイチで大盛り上がり。なんかそこにヒットしちゃいましたね。なんかよくわかんないけど、ね、このスタジオ限定でね大爆笑で盛り上がってしまい、そしてムハンマドっておちゃめな人っていうね、おちゃめですよね。魅力ありますよね。いろいろなね、まあ、ちょっとこぼれ話を聞く、こぼれ話がね、ちょっと番組中では子供の教育よろしくなさすぎて、ねはい、言えない話とかですよね、はい、はい、ということで、まずは7世紀の世界地図です。西の方からいきますと、はい、まあ、西ヨーロッパは、まあ、雑魚の集まりと、うんうん、でビザンチン帝国あっという間に栄光が終わって、はい、であのイスラム帝国のうちにウマイヤ朝がですね、うん、もうすごい大帝国を築いちゃうと、うん、でこの傾向でですね、まあ、インドは相変わらず独自としても、はい、まあ、中央ユーラシアの人たちがちょっと弱くなっちゃうと、うん、いうのは唐という大帝国ができて、まあ、隋に続き唐っていうのもこれまた騎馬民族出身の人たちが実は中華帝国を乗っ取った国っていうふうに最近では言われてますね。結局漢民族の国っていくつあったんだみたいな、うん、まとまってる時って大体ね、あの漢民族じゃない異民族ですからね、うん、中国って言っちゃいけないんですね。まあそうです。はい、で、まあ、朝鮮半島はね、まあ、高句麗新羅の二強時代に突入しますね、はい、で日本はまあ、ね、あのこういった7世紀の大変動の中誕生していくわけですよ。はい、ではいきますね。さて、まあ、唐っていうのは初唐、中唐、青唐、晩唐みたいにね、はい、まあ、多くの大きく4つの時期って言われますけれども、うん、まあ、建国の時代の頃を初唐と言います。はい、で、まあ、李淵という人がまあ隋を滅ぼして、はい、まあ、あの唐を建てるんですけど、まあ、隋の武将として北西防衛に当たるってですね、うん、で相変わらずですね、うん、禅譲されちゃうんですね。はい、ね、うん、まあ、あの京帝っていうのはね、もういなかったことにされちゃうぐらいの勢いですけれども、うん、で、まあ、唐を建てると、はい、まあ、ロイヤルボックスで唐が建国みたいなね、覚えましたね。うん、はい、ロイヤルボックス、ね、はい、いやだから聖徳太子が604年に、うちはあの中華様の子分じゃございませんので、今後ヨーロピックみたいな、ピックとは言ってませんね、あ、607年ですね、ツンデレですね、ツンデレね、はいはい、なぜかあの少女漫画でいろんな漫画でね、ホモキャランされちゃってますけどね、なぜなんですかね、よくわかんないですけどね、そういう印象がついちゃいますよね。某少女漫画家の責任重大ですね、ですよね、うん、ちょっと池田理代子さんとともにですね、訴えたいなと思ったんですよね、はい、まあ、今更内容証明を送ったらしょうがないですからね、はい、もう何十年もね読み継がれてる漫画ですからね、はい、で、まあ、この高宗が、まあ、唐を建て、はい、うん、でその息子の大宗の時にですね、はい、あのものすごくあの盛んになるんですけど、うん、この人次男なんですよ、でお父ちゃんお兄ちゃんとの権力闘争を勝って皇帝になるんですね、うんうん、だから誰かに似てますね、隋の煬帝なんです。だからもう煬帝っていうね、うん、もう陽の字も変えちゃうし、うん、でもう陽ってすごい悪い意味らしいんですけれども、もう自分のやった悪いことを全部陽代のせいにして、自分はそいつとは違うぜみたいな好き勝手な歴史家をね書いて日本にも伝わって、帝って読まない唯一の中華皇帝なんですね、陽代って、陽代じゃないですか。そうですね、うん、だから日本人もそのプロパガンダに乗っちゃったっていうね、っていうのは大宗っていう人は、まあ、権力闘争の部分では無茶なんですけど、あの、まあ、ポリティックスの部分ではえげつないんですけど、ステーツの部分ではもうすごい有能なんですね。上官の地と言われる、まあ、あの比較的前盛を引いたと、で、まあ、いろんなね、あの反乱分子とか、あと周辺民族を叩きのめし、628年天下統一、そして西遊記の三蔵法師のモデルの玄奘をインドに派遣する、で日本からも遣唐使がやってくるぐらい、はい、まあ、非常に盛んになるということですね。ちなみにあの三蔵法師で日本だと夏目雅子のせいでなんかよくわかんない、ね、女の人が、ね、丸刈りにしてやるってね、はいはい、後に宮沢りえがやりましたけど、あ、そうなんですか。もう中国人がなんで三蔵法師が女なんだよってね怒ってるらしいです。そうですよね、はい、常に女性がやってたわけですね。そう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 、じゃあね、うん、
まああのね、あの某歌舞伎役者がスケジュール合わなかったんで、あ、そうなんですか。そう、それであの片岡孝雄さんですね。確か、あ、そうなんですか、はい、でそれで夏目雅子さんになって、それでイメージ定着したってみたいな、ね、ことらしいんですけど、本物の三蔵法師って結構マッチョの人だったらしいです、はい、この絵を見るにねちょっと違いますね。結構ねマッチョで腕っぷしが強いキャラだったらしいですよ。そうですか、うん、まあ間違いなく猿と豚とカッパは連れてないと思いますけど、犬がこけちゃうね今吉本ごけしましたね。今なんか何に反応したんですかね。三蔵法師のくだりですかね。そうですか、はい、マッチョのくだりですね今ね。じゃあ次行きまして、はい、行きます。うん、で、まあ、構想の時ですね、はい、これが日本にも影響を及ぼしたのが、うん、まずあの日本の傀儡国家の百済をですね、はい、まあ、属国みたいなのを滅ぼしちゃうんですよ、うん、で日本の中にも結局あの隋が、はい、あのボロボロな時だから、うん、もうほぼ実情の独立宣言聖徳太子がしたようなもんだから、うん、もうほっとけみたいな話あったんですけど、うん、もう朝鮮半島を取られたら九州危ねえじゃんみたいな意見が常に、うん、あの宮廷の中で争いがあるんですね、はい、うん、の改新も朝鮮政策大陸政策をめぐっての争いだって説だと言われています。で結局日本の中でうだうだやってるうちに、うん、まあ、百済が滅ぼされ、うん、朝鮮半島全部が、ま、あの新羅っていう、はい、まあ、日本に敵対的な連中のものになっちゃったわけですよ、はい、もう日本史最初の危機ですね、はいはい、うん、そこでですねもうこの百済を、はい、あの復活させるんだって言って、うん、あの亡命百済人ですね、はい、まあ押し立てて、うん、で当白連合軍に対してですね遅まきながらですねパールハーバーアタックじゃなかった、うん、白月のような戦いを仕掛けたら、はい、これが思いっきり失敗しちゃったんですね、うんうん、とはいうも、まあ、それで結局まあコウクリも滅ぼされちゃうんですけど、はい、ここでポイントはですね、コウクリがこの東アジアの運命を決するですね白月のような戦いに参加してない。あ、そうですね、なぜか、はい、コウクリはですね、朝鮮人じゃないから。そうなんですね、満州人ですか、ね、基本満州人が北朝鮮も抑えている騎馬民族の国 で、はい、で研究者に聞くとこのコウクリと今の北朝鮮がやってることとか性格の悪さとかすごい一緒なんで朝鮮人だって勘違いしたくなるっていう、そうなんですね、そういう話らしいですね、はい、はい、うん、ってな状況になったんで、はい、もう大陸は唐、はい、そして、半島は新羅でもう完全にね、もう敵対的な連中が目の前まで来ちゃったわけですよ、うん、あ、ちなみに唐の方だけ言っておくと、はい、この高宗の晩年に側転武功というですね、あの中国史で唯一の女性皇帝が出てくるんですが、まあ、それは後の話として、はい、うん、でちょっと唐の半島を見ていただきたいんですけど、はい、西の方にも勢力伸ばしてたんです ね、 あ、そうですね、だからあの拡大路線やりまくるんですよ。で、あの新羅は唐が後ろ盾の時は日本にはあのすごい武田なんですよ。スネ夫の350倍ぐらい威張ってます。嫌なスネ夫ですよね。そう、はい、それで唐があの西の方でチベットとかとドンパチやり始めて、関われなくなるといきなり平城京まで謝りに来るっていう。いいです、柔軟性っていうか、伸びたより弱いスネ夫。スネ夫から伸びたへ。そうそうそう、はい、でそれでまあじゃあ、もう日本としてはもう強大な敵が目の前にいたと、はい、ハックス機能で負けてしまった、さあどうするかっていうのは次のパネルです。こちらですね、はい、はい、でもうここですっぱりと半島とは関わらないと、はい、はい、うん、で水木っていう、まあ、よ、あの、まあ、砦を築き、そうなんですよねこれね、で先盛りで国防体制を整える、はい、うん、でこの時に先盛りを、うん、あの北九州だけで賄ったんじゃなくて、うん、日本の当時の東端の茨城県とか関東からも連れて行ってんですよ。あ、現実には関東 の、 あの、ね、若者は屈強だみたいなことはあったんですけど、はい、それでも大変じゃないですか、でもこのことによって地元を地元の人が守るんじゃなくて、はい、日本を日本が守るんだっていうことになるわけなんですね。だから戦術的には白月の矢は負けてるんですけど、戦略的にはむしろ勝ってる。あ、新羅に至っては戦術的には勝ち組に乗ってるのに、戦略的には戦わずして負け組になってる、ね、なるほどなるほど、うん、まあ新羅って比較的朝鮮半島の中では軍事政権の色が強いんで、自分より強いやつとは戦わないということが分かったんで、まあ、へいへいと平城京まで謝りくれてですね、まあ結構あの平城京ができる前の大和時代からもう唐の後ろ盾がなくなった瞬間に急に卑屈になりますね。で後の時代に古事記日本書紀万葉集ってできますけど、はい、それの原型はもうこの頃もできてるんですよ、うん、だから上は天皇から下は古事記まで万葉集載ってますよね、うんうん、同じ日本人なんですよ。
中国とか朝鮮だったら自分の土地に住んでる人民なんて同じ人間と思ってませんもんね。特に朝鮮なんて自分の人民よりも中華宮廷の人たちの方が同じ人間だと思ってますし、そっちの方が世界では多数派なんですよね。ヨーロッパがこれやるのはナポレオン戦争の19世紀ですもん。まあそういった天智天皇の、ね、国民国家形成の事業は天武天皇と持統天皇がまあ引き継ぐんですが、その引き継ぎ方はですね、人心の乱というですね、戦前教えちゃいけないことになってた話なんですけどね。まあとにかくですね、半島大陸と関わり合いを断つと決めて、日本は日本国民の日本国家になったっていうですね。7世紀っていうのは世界史的にも激動ですけれど、日本という国が出来上がっていく過程ですね。すごいね、はい、ね、聖徳太子で日本はもう中華の古文じゃねえぞって言って、そして武器を交えて戦術的には負けたけれども戦略的には国防体制を整えることによってですね、まあ一致団結した強い国ができた。なんかこれは今でもやりたいぐらいです。本当ですね。これはもう学ぶところがありますね。大いにありますね。はい、さてでは続いてまいります。はい、はい、次回は8世紀の世界、タラスカ藩の戦い、唐とイスラムの激突ということですね。はい、まあ、ここのとこね、はい、7世紀唐とイスラム帝国の話ですけど、はい、この東と西の領有がですね、タラスカ藩というですね、うん、まあ中央ユーラシアの関ヶ原みたいなところですね、激突しちゃったんです。いやー、これ楽しみですね。うん、まさに世界史の誕生って感じですね。はい、ということで来週もお楽しみになさってください。では今日はこの辺で。